突然ですが、円周率と言われたら、あなたは何を思い浮かべますか？3.14159265358 と数字を暗記していたり、円周率を表す記号 π と答える人も多いと思います。では、円周率とはそもそも何かと問われるとどうでしょうか？円周率とは、円の直径に対する円周の比率です。式は、円周率イコール円周割る直径。また、円周率はギリシア文字 π で表されます。ではこの円周率 3.14 という数値は誰がどのように求めたのでしょうか。より正確な値は数学者アルキメデスによって導き出されたと言われています。アルキメデスは古代ギリシア時代の数学者で、紀元前3世紀に活躍した人物です。円周率の値を導き出しただけでなく、テコの原理やアルキメデスの原理など現代に残る有名な原理を発見したアルキメデスは、一体どのようにして円周率を導き出したのか、今回はその経緯を見ていきたいと思います。アルキメデスが生きた時代よりも前から円周率はすでに存在していました。それは今から約4000年前、紀元前2000年頃の古代バビロニア初期には円周率は3と定め使われることが多かったようです。そして紀元前3世紀頃、計算によって円周率の値を導き出せないかと考えられていた中、現代まで語り継がれるアルキメデスが登場します。アルキメデスは円の内側と外側を正多角形で挟むと正確な値に近い円周率を導けるのではないかと考えました。どういうことかというと、外接する正多角形の周の長さは円周より長く、内接する正多角形の周の長さは円周より短い。これを利用して円周の近似値を導くことができ、正確な値に近い円周率を導けるのではないかと考えました。アルキメデスは多角形といっても、正六角形、正十二角形、正二十四角形、正四十八角形、正九十六角形を使って、それぞれ外接する多角形と内接する多角形の周の長さを計算し、円周率 3.14 と小数点第2位まで導くことに成功しました。そしてこの円周率の計算は現代でも続いています。現代はスーパーコンピューターの計算により、2021年8月には62兆8000億桁、2022年6月には100兆桁まで算出されています。今後も技術の発展により、円周率はさらに大きい桁数まで判明することでしょう。アルキメデスがより正確な円周率を求める方法を導き出したことにより、円周や円の計算に役立つのはもちろんのこと、その計算は建築や車輪の作成、天文学など様々な分野に利用され、それらの分野の発展に寄与したと言えるでしょう。いかがだったでしょうか。今後もこのような偉人の証明や発見の歴史を紹介していきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。